はい、U1E の方完成いたしました。もうね、外装もだいぶね傷があったんですけども、もうね傷が多いところはね塗装し直しましたので、ピカピカになっておりますね。はい、全部ではないんですけどね、傷の多いところは塗装もしましたので、ペダルもピカピカになっておりますし、ヤマハのマークもピカピカになっております。なんといってもね、弦も交換しましたし、ピカピカになっておりますよ。調整もね全部し直しましたので、もう本領発揮していただけると思いますのでね、存分に、弾いていただけると思います。タッチの方はねピアノが届きましたら、十分に味わっていただくとしまして、音の方をねご確認いただければと思います。ということで、直させていただいたんですけども、多くの方にね愛していただけるピアノになったんじゃないかなと思います。ますますねこのピアノ活躍してくれるんじゃないかなと思っております。